はい、今回は、高級リーグの、5から、芝野虎丸王座対、同無精、八段の5を、見ていきたいと思います。はい、この同さんは、確か2年前ぐらいに井山さんとネットの棋聖戦の決勝でね、戦われて、井山さんに勝った、棋士ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。今は、24歳みたいですね。柴野さんはまだ21とかでしょうか。柴野さんの白番ですね。こういうとこね、開くんではなくって、まあ肩でね。肩で打たれました。肩打ったのにね、続けてここ何かね、打たないっていうのもまた不思議な感じですよね。こうとか打てば、普通なと思うんですけど、手を抜いて、こちらに消えましたと。こういうところも、まあ、飛んだりするのもね、当然あると思うんですけど、まあ、下がりが来たことによってね、逆にここは価値が小さくなったっていう意味もあって、まあ、こちらに打たれましたと。打ち込んでいって。これはね、そこまで弱い石ではないんですね。で、飛んだと。ここでね、また手を抜くっていうのも、また、不思議な感じですよね。まあ、あとですね、攻め方としては、このように打って、棒石にしてね、打ち方もあります。あとはコスミもありますね。コスミは、ここの対応の時に、ちょうど抱えることができるので、位置もね、いい点になります。でも今回は桂馬に打たれましたね。ここが一つの狙いですね。これに手を抜いて、こちら打って。そうですね、ここはこちらとか打ちたいんですけど、つけるとか打たれると、こういう手にはこうやってね、両方見合いになってしまいますし、こういう手にはこうやって下がりで、ここつなぎがね、傷がありますから、で、まあ、こんな感じで打たれると、まあ、ちょっと破られてしまうので、ここへ一手必要ですかね。のぞきも打って、こちらもね、非常に、打ちたいところなんですけどね。まあ、こちらが、まあ、弱くなるので、こちらを補強しましたね。で、コスんで、これは出ていきましたね。そうですね。まあ、当たり打ってから、抑えたのがいいですね。これ当たり打たないと、こうやって、今度はこう打たれてしまいます。今度こうやってもね、一目捨てられてしまいますからね。当たりを打ってから押さえるのがいいですね。で、今度下がりがありますので、白は手を入れて、黒も生きたと。ま、この辺りはね、まあいい勝負でしょうかね。そんなに白もやれそう、まあ、悪くなさそうな感じにも見えますけどね。まあ、ちょっとこの辺りのね、渡り方が、まあ、ちょっと辛いところではあるんですけどね。まあ、ただ伸びがあるので、つけてって、まあ、AI はね、いろいろ評価値出すと
出せると思うんですけどね、まあ、人間の目からすると、まあいい勝負かなと思いますね。はい、ここの辺りの攻防ですよね。で割り込んできたと。割り込みもすごい読みがね、どういう、まあなんかこうとか打てばね硬いですけど、ちょっとこれでは物足りないと見たんでしょうかね。まあつけるとかね、まあこういうのもあったと思うんですけどね。こう割り込んでいって、まあ、黒も下からじゃ辛いのでこう上から打って、ツケもねすごい手ですよね、これこちらから打ちたいんですけどね、それはこう打たれてこうやってね取られてしまいますんで、はい、これを交換してから、はい、でつながったと。はい、この辺りはね本当にどちらが読み勝ってるかっていうような感じですね。はい、黒もねこれそのまま取られては大失敗ですからね。こうなって、はい、まあ、これは、まあ、見届けてね、見るしかなさそうです。はい、これでコウになりそうですかね。はい、切ってコウになりました。はい、こういう別れとなったんですね。これはねどちらが得したんでしょうかね。はい、これはつなぐのは跳ねられてあんまり得しないってことですかね、黒は。はい、これで黒、白は行きましたね。で、切りが入って、ここもちょっとした振り替わりですね。つなぎも大きいんですけど、ここも大きいですよね。では下がられて、これはちょっと損したんですかね、黒。あ、そうみたいですね。これは下がられて取られては持ち込んでしまったので、はい、これちょっと損して、これ投了となりましたね。これ地合いが、足りないっていうことなんですね。まあなんか一応ね逆転勝ちみたいなね、感じで言われてましたけどね。ここのちょっとしたここの攻防とかで白が得したでしょうかね、この振り替わりとか。はい、まあ非常に難しい一局だったと思うんですけどね。はい、なんとか勝つことがねすることができて、はい、良かったなと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。